コンビニから客が持ち込んだ荷物を集める仕事をしている。ある日、センター内で荷物を下ろしている時に、部長から呼び出し食らった。知らず知らずのうちに何かをやらかしてしまったのかと思い、ビクビクしながら赴くと、眉間にシワを寄せた難しい顔をしてうなっている部長がいた。そして、一言、自分くん、F ってコンビニ行ったか?と聞かれたから、はい、いつも通り行きました。と答えると、そうだよな。とまた難しい顔。何かあったのか伺うと、いやね、お客さんから F にお宅の車が止まってた。社員が立ち寄ってる。いやく、サボってるというクレームが入ってな、と何とも言い難い顔をしながら教えてくれた。何言ってんすか。仕事なんだから立ち寄りますよ。と言うと、だよな。いやいや、だよな、じゃないよ。クレーム入った時になんで伝えないんだよ。百歩譲って、親切心か何癖かわからんけど、クレーム入れた人に違いますという回答では、火に油を注いでしまうこともあるんだろうとは思うが、さすがに仕事中コンビニ行ったか?なんて間抜けな質問するに至るなよと。クレーム入れてきたやつの神経もわからんが、このクレーム受付者が部長に話を持ち込んだのも神経わからんし、自分に事実確認してくる部長の神経がわからん。